ケ蔵寺公園は、群馬県伊勢崎市ケ蔵寺町、堤西町にまたがる都市公園である。公園名の由来である、ケ蔵寺に隣接し、広場、遊園地、各種運動施設からなる。本項目では、園内のケ蔵寺公園遊園地についても述べる。1893年着工、1911年完成。当初は伊勢崎公園としてスタートし、現在に至る。 伊勢崎市によって運営管理がなされている。桜や筒子の名所として有名で、開花時期には遊園地の営業時間を延長することもある。また、公園内をかつて、群馬県道103号、深津伊勢崎線として指定した道路が貫通している。天台州の寺院。詳しくは、岡林山上土院家造寺と称する。自伝によれば872年。 現地により混流されたという。前提にある樹齢約400年の、ケ造寺の金木製は1937年に国の天然記念物に指定されているが、台風の被害により指定時の姿ではなくなっている。ケ造寺公園遊園地は入場料は無料で、各遊具ごとに利用料を払うシステムになっている。その利用料は安いものは50円。 高いものでも350円と全国的にも非常に安い部類に入る。毎年4月には花祭りが開かれ、遊園地も21時まで延長を営業する。また、伊勢崎花火大会の際にも営業時間延長が行われる。遊園地営業案内アトラクションかこのアトラクション、それぞれ隠し大会に利用される。ありがとうございます。